風間公親教場ゼロ第3話感想動画でございます。はい、できることは一人で、できないことは二人でってことでね楽器親子ね、はい、ついでに俺も入れて3人でって言って、いや入ってくんな入ってくんな入れてよ、邪魔だよ、なんでよ、シングルマザーなんだからいいでしょうよ、親子二人で絆あるんだから、お父さんいた方が絶対いいから、やっぱ早田君高がいた方がいいから絶対なんでお前が向こう用紙に入ってんだいや全然そんな自分のね名字なんて何の執着もないんで捨てますよ余裕でまあまあまあ3話からはガッキーが新人刑事役で、はい、風間道場に来るっていうね、うん、なんか今までの1話2話3話ってきて、この第3話が一番トリックまともじゃなかった。そうだね、こだってごまかそうとするね、今まで1話2話はだって GPS のダイイングメッセージがあったりさ、タクシーの、はい、あと何市原隼人スタミナ不足とかさ、はい、あと真夜中の溶接、はい、とか来てたわけじゃん今まで、うん、今回はね服毒殺人みたいなやつでさ、はいはい、めちゃくちゃまともで、逆に物足りない体になってた俺、まともすぎて、いやなんでいいだろうが別にそのトリックのところは1話2話でもう俺調教されちゃってるからこのヘンテコトリックにノーマルはもう受け付けないと、ノーマルすぎてもう物足りない体、もう干してる、変なトリックを干しちゃってそんな性癖聞いたことないよよだれダラダラでしたよ、もうよだれ鳥ですよ本当に、いや美味しいやつそれでもほら被害者の方がなんで上に行ったのかっていうね、要は毒食わされた蔵之介に解剖されたくなかったってことはじゃん、すごいよね、あの県境まで行ってさ、隣の県行けば違う医師が解剖しなきゃないみたいなさ、うん、はいはいはい、冷静だね、冷静、苦しみながらもその割に県境遠いっていうね、箱根駅伝並みの上り坂だったけど山の神なわけじゃないからねあの人、山の神になれなかったねちょっとねだいぶ行かなきゃいけなくなった。それ思いついたとて。距離はあったけどね。そうね。途中で出てくるやっぱりでもトリックもそうだし、なんで被害者がこういう動きをしたかっていうのが、後々にこう分かってくる、ちょっと面白さの一つだなと思ったのと、あと俺今回で、あ、教場なんで面白いのかっていうのが、なんか分かりました。教場ってさ、うん、最初にもう犯人分かるじゃない、犯人が最初に分かってて追い詰められていくっていう、うん、これね、うん、古畑任三郎と同じなんですよ。おっそ気づくの俺びっくりしました、なるほどなと思って、それ結構ネットでも話題になってますよ最初から。あ、もうなってるんですね。令和の古畑任三郎って言われてます。やっぱそうだよね。そうね、だから来週あたりはもう風間が自転車で登場していやそこまではやらないよ、真っ暗だってスポットライトなんか当たんないんだよ風間君近でしたって言って、ハンマーカンマーって言ってそれ師匠の方だから、ザコシの方だから、うん、いやでもやっぱ面白いですね。面白かった、あの先に天国へ行ってますみたいな、あの何1059の教室みたいな、はい、部屋番号が天国って4649みたいな、よろしくじゃねえ、 よろしくみたいなとかさそれと一緒でしょ、うん、要はまあそうそうそう、828828やずややずやみたいなと一緒でしょ数字の語呂合わせね、そうそうそういうんだよね、うん、6480みたいな、6480なんで6480って、歯医者さんの電話番号なんですけど、虫歯ゼロ虫歯ないみたいなねあー風間公親でしたうるせえな、でしたつけんなよ、古畑寄りになるからあれとかもね、はい、なんでそこがカタカナなんだとかさ、まあ、はい、だからあれだよね、まあ、トリックも別に一つだけじゃなくてそういうなんか複合的なトリックが使われてるなっていうね、うんうん、あとちょっと気になったのは今回佐々木蔵之介さんが犯人だったじゃない、ちょっと実況するの早すぎやしなかったかい、ラッキーにさちょっと詰められてすぐ喋ってなかった、なんかほらもう証拠が出ないんだったら罪にはならないっていう、あんなミスが起こるとは思わなかったんだって、急にもうさちょっとつついたらすぐ喋り出してさ、なんかもう言いたくてしょうがないみたいな感じ頭いいから諦めも分かってんだよね。今回で思った佐々木蔵之介にここだけの内緒話しちゃダメだなっていういや違う違う、そう口軽いわけじゃないんだから別にいいじゃん、絶対誰にも言うなよっていう話しちゃダメだな自分の秘密だからいいじゃん言っちゃって今回のケースは、まあ、確かに早かったけど、自供早かったよめちゃくちゃ、うん、でさその何楽器が、まあ、すごいさ推理能力もあってさ、まあ、風間に
に指導されながらヒントもらいながらさやるんだけどさ、風間からさ電話来てさ、佐々木蔵之介に会いに行く前の日、その時にさなんか仕留められるかみたいなこと聞かれてさ、行けますみたいな感じで行くわけじゃん。なんかいつもさそのさ仕留められる確証10割じゃない時に行くよねみんな。いやまあ時間かけてらんないから。いや結構一か八かで行かないみんな。で一旦行き詰まって風間がおいつだろうとか、なんか後ろの方でさ、あんな役いる、あの応援っていうか、なんかアドバイスダダ漏れみたいな、あの役いる、あのセコンド。あれすごくね、あの状況。いやすごい共感だからしょうがないんだけど、俺が犯人側だったらあいつもう絶対全部知ってんじゃんと思うもん。あの追い詰めろとか、あいつ来たらもう終わりじゃんみたいになるじゃん。あれだからもう蔵之介もほらなんか知ってたじゃない、なんで風間さんがみたいなね、まずいなみたいな思ったんだろうね。そうそう、だからこそのあの供述の速さだったんだよ。いやそうだけどさ、何あの合いの手っていうか掛け声追い詰めろって、そんなもう精神論じゃん、もうそんな最後は精神論みたいな。いやでもあんなに、そうだね、怖えなあれ、逆にな、あれ怖えよ、犯人が怖えな、あれな。であとでも今回思ったんは、まあ、風間含めあと2人のさ先輩若手デカみたいないるじゃん、谷本と小山みたいな、はい、ガッキーにみんなちょっと優しくなかった？そりゃそうでしょう。瓜原の時に比べると全然対応違くない？その谷本と小山もガッキーにはめっちゃ接し方が優しくて、風間五六を教えてくれたりさ、はいはいはい、いや風間五六ってっていうね、ああメモってんのよちゃんと、あんなの書籍化して売ってほしいじゃん、カレンダーにして。カレンダーはいらないよ、日めくりカレンダーでトイレに飾りたいじゃん風間五六。怖いよ怖い、追い詰められるよ。なんか被害者になって動いてみろみたいなね、うんうん、感じでやるじゃん、今回も一緒にコントみたいなの、うん、1ヶ月の日めくりカレンダーだとしたら1日が被害者になって動いてみろだろうね、うん、今回のね、うん、言うならば風間五六、まあその次あたりが風間君近田があるだろうね。いやただの自己紹介じゃねえかそれ、五六でも何でもねえ。まああと交番勤務に戻ってもらうとかもあるだろうね。うん、そんな、あとは今日待てよとかね、超待てよ、次出てきてねえの。君近言われる、あと気合だとかもあるだろうし、アニマル浜口も出てきてないな。やればできるとかもあるだろうし、いやティモンディも出てないし、普通に面白いとかねあるだろうし、ね、福山だし。お前んちの表札かまぼこの板みたいだなとか言わない、もう深川亮じゃねえかよ。風間五六ないそれ、それもう深川亮のピンネタだから。いやまあまあね、風間五六とかあったあそこみんな優しい気がしてさ、ガッキーに。いやまあでもガッキーだったらそうなんじゃないですか、別にほら優しくしてダメなことはないからさ。あまあまあまあね、うん、まああとは今回さ、分かったことっていうか千枚同士男のがちょっと情報出たね。ああ出ましたね、はい、風間がなんか前に逮捕した男が凶器で使ってたみたいな、はい、うん、だからやっぱりこう風間に恨みがあってとか、まだ狙われてるみたいな感じじゃん、あれ。そうだね、まあだから過去にってことは出所してきてとかさ、恨んで報復みたいな、そういう感じが出てきたよねこれ。そうだよね、まあでも千枚同士を武器にしてるってなかなかよ、普通だってナイフとか、うん、そっちとかの方が殺傷能力は高いんだから、これもだからたこ焼き屋ですよ犯人は。あでもありえんじゃないそれマジで、それをわざわざ武器にするってありえるよね、たこ焼き屋ですよこれ、たこ焼き屋だね犯人、いいとこに目つけましたね島田さん。いやだって千枚同士使うのってね、たこ焼き屋だよね、たこ焼き屋のイメージがありますよ、目ん玉たこ焼きと見間違えたんじゃない、なわけねえだろお前、裏返そうとしたんじゃない。焼けてないから。裏返さねえだろお前目ん玉を。いや職業病よ。いやでもなんだろう、千枚同士たこ焼きのイメージが一番最初に出てきましたけど、千枚同士ってね、穴子とかこうさばくときにさ、頭とか目ん玉とかドンってまな板に、千枚同士だっけああいうのって使ってんの、使ってんの千枚同士じゃない、あじゃあうなぎ屋の店主とか、うなぎ屋の店主かたこ焼き屋だね、うん、じゃあ犯人は。そうですよ、だからねうなぎさばくときも千枚同士こう 目の付近にグザッと刺すからさ、あじゃあもう見間違えたんだ、生きのいいうなぎ。間違えるわけねえんだ、狭間を間違えない、職業病だ職業病。これ押していきましょう、たこ焼き屋かうなぎ屋、うん、犯人はこれ出てきたら激アツだね。激アツですね。でもガッキーの過去にもねなんかいろいろあるみたいで、
そうですね、楽器自体がなんかちょっとこう虐待されてたっぽい。けんなよって感じじゃない星野源。いや、じゃあ星野源がやってたわけじゃないし。なんか旦那が虐待したみたいな感じなかった、その回想シーンでは。あのね、夫婦でね。そっからまあだからなんか強い母親でいなきゃいけないみたいになったんだろうね。そうだね、子供を守るためにね、お仕事頑張ってるって感じだったからね、うん。子供のせいにしたくないみたいなさ、子供がいるからうまく言ってるって言いたいんですみたいな。でその決定は長所だって瓜原にも言ってた言葉を言うわけだ風間は。でそこが解決していくのかな、次回では。それで強くなって独り立ちして風間道場卒業みたいな感じになるのかな、多分。そうですね。てかあの娘さん4年生で熱出て一人でずっと家にいるって相当すごいけどね。偉いよな、朝の生活とかな、ちゃんとな。やばすぎない、あの4年生。俺が4年生の頃だったら親夜中もいないで一人でさ寝る準備して電気消して寝るってできなくない？できない、できない。偉すぎるよね、あの4年生、うん。いやもうでもその親子のねあれですよ、一人でできるもんですもんね。一人でできるもん。なんだっけ、なんだっけ、一人でできるもんじゃなくてなんて言ってたんですか。全然違うじゃん。できることは一人で、できないことは二人で、俺も入れて三人で。それはない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 。余計なの入ったけど、そうできることは一人でって、まあね、あのポーズ、あのポーズもやってね、ちゃんとおでこにこの千枚通しポーズね、はい、あの千枚通しポーズじゃないですかね。ここ刺すよってあの千枚通しポーズみたいにしてた。違う違う違う、全然違いました。まあだからそこのね親子の絆というか素晴らしかったですけど、はい、でなんか今回が終わって、まあ、予告があって最後のシーンのさレゴブロック何だったのあれ、分かった意味。いや全然分かんないですよ、あのレゴブロック何、何の伏線あれ。まあレゴブロックんとこちょっと止めて見てみたのよ、どういう、はい、何を作ってるのか。で次回になんか続く伏線か何かなのかなとか思ったんだけど、まあ、要は東京タワーと富士山あるからね。でもこの右の方にさ看板あって右が東京で左が神奈川県書いてあるんだけど、うん、これって今回のあれじゃあ県境みたいなこと、うんうん、県境レゴこれ、県境レゴってなる。いやただでもそのさ富士山とか東京タワーが映ってる横にはさ 牛とかいるわけじゃん。だそっちが神奈川県でしょ、この看板見ると。で間空いてて右が東京タワーとか。でも富士山あるな。そうなんですよ、これなんかまあデスクの上だもんねこれね、仕事場の、うん、だから子供が遊んで作ったわけじゃないのかなっていうね。でガッキーが事件解決していくごとにそのテーマのレゴ作品を作っていくみたいな感じ、うん、なるほどなるほど。ユキハさんがそう県境によく気づいたねみたいなやつ、うん、を置いてくれたってこと、ユキハさんが。そう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 。いやだったら瓜原のデスクにも日高弓レゴ置けよ。いらないよそんなの。日高弓ってレゴブロックで作りやすいだろう。いらないいらない、被害者の名前書いてあるレゴブロックはいらないでしょ。もしかしたら次回のテーマかもしれないしね。3話から急に予告レゴ。レゴ演出、レゴ演出がね。何急にスポンサーになってもらった3話から。なってないな。ラッキーだからやっぱスポンサー多いのか。いやそういうわけじゃないですね。ちょっと気になったよそれ、何なんだろうなって。確かにね。まあ次回も楽器会なんで注目して見ていきましょう。はい、皆さんの感想もコメント欄でお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。